ド。奄美群島を旅してみましょう。加計呂麻島で宿泊するなら、食事がおしゃれな海宿5マイルです。あくまでも主観ですが、食事の美味しさは加計呂麻島の宿の中では上位に入ります。こちらは食堂を兼ねた母屋です。宿の質も清潔感があり、おすすめです。宿泊する部屋は2部屋ずつのコテージになっています。部屋に入ると木造の内装でとても落ち着いた雰囲気があります。家族が泊まれるような広い部屋に3人ほどが寝られるベッドのスペースがあります。風呂とトイレは分かれていて、その間に洗面台が設置されています。十分すぎる広さの部屋の前には、南国の植物が植えられた砂浜の庭が広がっています。そして、部屋からそのまま進んでいくと、そこには生駒湾が広がっています。この景色だけで評価すると、加計呂麻の宿泊施設では、トップクラスと言っても過言ではないでしょう。まさにここは南国のリゾート地です。ゆったりとくつろいだ時間を過ごせることは間違いありません。そしてここが食堂です。雰囲気があってオーナーのセンスの良さがにじみ出ています。若いカップルから年配の客まで、さまざまな観光客に絶大な人気を誇る秘密の一つが、このセンスの良さではないでしょうか。そしてある日の夕食です。こちらは夜光貝の刺身です。丸ごと1匹分が提供されました。加計呂麻島のサトウキビの搾り汁を発酵させて作ったきびすのあんかけ、地元で獲れた魚のフライ、これは奄美群島で食されるパパイヤの漬物、そしてご飯と魚のアラが入った味噌汁です。魚は予約が決まってからオーナーが漁に出て取ってくるもので、野菜類は自家菜園の無農薬のものを使うというこだわりです。こちらは朝食です。おしゃれで女性客にとても評判のいいメニューです。ここへの行き方は、西アムロ方面から押さえ地区へ向かう途中の峠を下ったあたりに案内板が出ています。この案内板を見逃さず、舗装のされていない道を進んでいきましょう。加計呂麻島で南国のリゾート気分を味わいながらゆったりとした時間を過ごすなら、この宿はおすすめです。目の前に広がる生駒湾でカヌーなども満喫してみてはいかがでしょうか。加計呂麻島の海宿5マイル、おすすめです。